少蓮寺、高野山真言宗、立派なのありますね。あっちは梅だろうけどな。事務所、寺務所、事務所って読むのかな。そこにも梅がありますね。ここ入っていいのかな。これは弘法大師様か。綺麗な白い花があります。これが本堂だろうな。あ、これは何だ。本尊薬師如来、彫刻が
残ってますね。鎖大師、こっちはね、関東88箇所霊場、弘法大師1000年供養塔かな。塔と庭園について五輪塔を本尊として、五輪塔ってあれかな、あ、こっち登れるんだ。五輪塔ラッキーカラーは青。これ、この方はあれかな、鎖大師かな。動物供養、これですね。あっちも仏地蔵、聖徳太子だ。聖徳太子ですね。これが仏地蔵。
渡れそうですね。行っていいのかな。あ、これ金魚？コイかな。なんかこの辺岩がすごいな。綺麗じゃない。